はい、どうもお世話になっておりますハムロのガンプラ製作です。機動戦士ガンダムユニコーンより HG144 分の1フルアーマーユニコーンガンダムデストロイモードレッドカラーバージョンです。こちらは2016年の6月発売、販売価格は3740円となっています。さてこのキットも、過去に組み立てシーンを分割して動画にしています。今回ね一つの動画にまとめて再度レビューしたいと思います。フルアーマーユニコーンガンダムはグリーンのサイコフレームで、2014年4月に発売されています。そして本キットはテレビアニメ「The 0096」放送に合わせて赤いサイコフレームにビームジャベリンと新規マーキングシールが追加されて2016年6月に発売されたものということになりますね。HG のナンバリングとしては199で200番はリバイブの100式となります。さあそれではフルアーマーユニコーンガンダムについてです。袖付きの艦隊勢力との最終決戦を控え、比嘉の戦力差を埋めるべくバナージの友人拓也伊礼が考案したフルアーマープランを反映させた最終決戦仕様。アニメ版では拓也が考案した強化プランをもとにアナハイムエレクトロニクス社のアーロン・テルジェフが調整して完成させた。シールド3枚、ビームガトリングガン6丁、ハイパーバズーカ2丁、ジェスタ用グレネードランチャー、スターク次眼用3連装対艦ミサイルランチャー、次眼用3連装ハンドグレネードユニット4セット、脚部3連装ハンドグレネードユニット左右各2セットと、機種を問わずネイルアーガマに保管されていた武装を可能な限り搭載した結果、合計17門にも及ぶ火砲を備え、モビルスーツ単機として最大級の大火力を手に入れた。背面には流用追加武装によって増加した機体重量を取り回すため宇宙用サブフライトシステムである94式ベースジャバーのスラスター部を転用し、追加マウントフレームで接続したプロペラントタンクを兼ねた大型ブースターユニットを備えている。使用済みの武装はデッドウェイト化を避けるため随時切り離せる。なお防御面においてはシールドが1枚から3枚に増えた以外に装甲=アーマーは追加されていないため、正確にはフルアーマーと名乗ることが適切なのかといった旨が原作小説の文章中でも触れられていた。しかし拓也がこの強化プランにフルアーマーユニコーンガンダムと命名して提出したことから、この名称で呼称されることとなった。両前腕部と背中にシールドを合計3枚装備することで防御性能も向上しているが、本仕様の主眼はあくまで火力の増強にあるため、機体名称のフルアーマーはアーマメント=武装の意だったと言える。一見寄せ集めで何ら計算されていないような強化形態に見えるが、拓也はうまく帳尻を合わせて機体のアンバランス化を防いでいる上、これらの装備はデストロイモードへの変身も一切妨げないように考慮して取り付けられている。背中の装備類も含めた全火器をリモートで使用可能となっており、パイロットの思考をダイレクトに機体へ投影させるユニコーンのインテンションオートマチックシステムと連動することで、パイロットによる目標の探知と呼応し、ある程度は自動で照準を行ってくれる上、複数の対象に対して複数の武装で同時攻撃する戦法も可能であり、本機の使用が継戦能力の向上のみならず瞬間的な最大火力の行使という本来の攻撃特性をも強化させている。単純に大量の武装を装備させるだけならば通常のモビルスーツでも可能だが、通常のモビルスーツが搭載するメインコンピュータの情報処理能力ではこれだけの武装を個別かつ最適にコントロールして運用することは不可能であり、量子コンピューターと同等とされるフルサイコフレーム機の演算能力によって実現した運用方法といえ、演算処理能力とインテンションオートマチックシステムによる自動照準が合わさることでその大火力の進化を発揮せしめた。はい、ということですね。では続いてフルアーマーユニコーンガンダムの各種武装についてです。まずは 60mm バルカン砲。連邦製モビルスーツが装備する標準的な基本武装。パイロットの効果的な運用次第で備えられた能力以上の結果を相手に示す。ビームマグナム。本機の主兵装。一発で通常のビームライフル4発分の威力があり、かすっただけで敵機を撃破できる。その分一発撃つだけで通常のエネルギーパック1つ分のエネルギーを消費してしまうため、マグナムカートリッジと呼ばれる5つを連結した特別製のエネルギーパックからエネルギーを供給するようになっている。発射するごとにエネルギーパックは1つずつ廃棄される。また威力がありすぎて使いどころが限定されてしまうという欠点もある。本来不使用時は背部や腕部に装着可能だが、本機では他の武装が装着されているために不可能である。予備カートリッジはリアスカートに2つまで装着できる。ビームサーベル。背部に2本、両腕部に1本ずつの計4本を装備。ユニコーンモード時は基本的に腕部のものを外して使用する。ビームトンファは両腕部にマウントされたビームサーベルを外さずにそのまま使用した状態。ユニコーンモード時は使用不可。ビームガトリングガン。4連装の重心からビーム弾を高速で連射する軽降火器。本来クシャトリア用に開発されたネオジオン製の兵装だが、使いどころの限られたビームマグナムを主装備とする本機を補う力として効果的に運用されている。ハイパーバズーカー、グレネードランチャー。弾子を選択可能なハイパーバズーカは背面に2機固定している。随伴機のジェスタ用に設定されていたグレネードランチャーをはじめとする既存兵装の流用装着が各部に行われたことによって、方針自体がウェポンプラットフォームとして機能する。対艦ミサイルランチャー。スターク・ジェガン用の長距離支援兵装はハイパーバズーカの側面に装着された。ユニット自体に組み込まれたセンサーにより高い命中精度を誇る。ハンドグレネード。小型ながらも推進能力を有し、コンパクトかつコストパフォーマンスに優れた特殊敵弾は設置箇所の選択肢も広く、本機の各所へも効果的な増装が行われている。ハイパービームジャベリン。モビルスーツの前後ほどもあるビーム系大型斬撃兵器。ビーム発進部はジャベリン型とアックス型の2種があり、収納形態への変形など用途に応じた運用が可能。シールド。ある技術者はインテンションオートマチックシステムで連動する本機のシールドがファンネルのような機能性をも有している可能性を示唆した。内装するサイクフレームが本体との共鳴現象によって独自の推進力を発生させるというのだが、大型ブースター。流用武装によって増加した機体重量を取り回すため、背面に増設された2機のプロペラントタンク兼ブースターユニットは、宇宙用 SFS である94式ベースジャバーのスラスター部を転用し、追加マウントフレームで接続している。はい、ということですね。では続いてフルアーマーユニコーンガンダムの劇中での活躍がテキスト化されていますので、そちらを読み上げていきます。宇宙世紀96年、ラプラスの箱をめぐる騒乱はついに決戦を迎えた。バナージ・リンクスは長い旅の中でその運命のきっかけとなった白いユニコーンガンダムの手綱を確かにさばけている自信は少なからずあったが、相対するもう一つの黒いユニコーンガンダムの存在と、それから発せられた劇情によって白い機体は彼の意思に反し強引に変身してしまう。それでもバナージはコントロールスティックを強く握り、さらにタケランとする機体を制御しつつ、眼前のバンシーノルンへ説得を続けた。状況をよく見て、ここで俺たちが戦う理由なんてないんだ。彼には分かっていた。今のリディ・マーセナスは黒いユニコーンガンダムに飲まれていると。あの乱れようはかつてバナージ自身が陥った状況と限りなく近い。だからこそ立ち直ることができるとも信じている。このモビルスーツは決して同士討ちをするために作られたわけじゃない。戦うべき相手は他にいるのだ。サイコフレームから発せられる鉱石を絡ませながら、2体のユニコーンガンダムは果てない軌道を続ける。はい、武装類ですね。ビームマグナム、ビームサーベル、ビームガトリングガン、ハイパーバズーカとグレネードランチャー、対艦ミサイルランチャー、ハンドグレネード、シールド、ハイパービームジャベリン、以上が付属しています。そしてシールドガトリング用専用台座が付属し、3枚同時展開も再現可能となっています。そしてハイパービームジャベリンは収納形態でのビーム波展開形態以上の3パターンを再現できます。ハンドパーツはご覧の通りとなります。はい、ユニコーン素体では、最新のキットと比べるとそこまで広い可動域とは言えません。武装類を装備するとさらに可動に制限が加わり、武器の保持にもやや難はあり、少なからずポロリもありますが、この外見ですので不安定な部分はやむを得ないかなと思います。はい、ということで以上、フルアーマーユニコーンガンダムの組み立てとレビューでした。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。